それでは皆さん、新潟にやってきた佐渡のいけない旦那をご紹介したいと思います。はい、それでは伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、佐渡の名産イカどっくりでございます。中身もお酒が入った、はい、こちらイカどっくり、はい、こちらがあのイカの耳を使ったこのおチョコ、はい、こちらに注いで、考えるよな、いけない、このまま行かせていただきます。はい、だけに行かせていただきますだけに来てる来てる。お味はいかがでしょうか。うーん、なんかもうイカ臭いっすね。これイカでできてるということですけども、これ水分が含まれてますけど、まあ、これの、はい、あのなんていうんですね、イカのいわゆる期限みたいなのはだいたいどれくらいの時間は。期限というかあの耐久度ですか。耐久度ですね。あのだんだんこの辺からのふやけてきてるんですけども、はい、あのまあ1時間2時間ぐらいは大丈夫かなと。大丈夫かなと。はい、それ以上はもういかんともしがたい感じになってくるわけです。なるほどね。イカシリーズでね。で全部お酒を飲み終わった後にはこれを最後食べていただくこともできるということで、はい、全部味わって全部全て味わっていただくと。そして今ですとこのイカのどっくりセットに実はもう一つおまけがつきます。たくだー、はい、こちらははい、イカゲソです。素晴らしい。でここで炙っていただく。そしてイカの風味のお酒を飲んでいただくと。素晴らしい。素晴らしいですね。そしてあの池田若旦那もうね、やっぱりこうお酒美味しいですから、はい、この耳でできたとっくりで、とっくりで、はい、こちらおチョコでは物足りない方にはもう一つの飲み方があります。はい、はい、体育会飲み行きます。そうですね、はい、こうかなり行かせていただきます。行かせていただきます。はい、回して回して、やばい、はい、やばいよ、ね、横がやばい、やばいやばい、牛乳飲みありました、ありました、美味しそう。佐渡の若旦那体を張っております。うまい、このイカの風味がね、はい、最後にこれね、お酒飲んでいただいた時回していただいて、はい、イカの匂いのついた手を嗅いでいただいてやばいっすなんかあの匂いがしますどの匂いだ最高、あれの匂いがします。素晴らしい。佐渡から、船に乗ってやってきた池田若旦那でございます。あのこれお土産で売ってます。佐渡の佐渡汽船というところで売っております。こちら全部セットでなんと1000円。素晴らしい、はい、セットで1000円、はい、これはお得ですね。お得です。2個入ったやつは1500円です。やばい、さすが佐渡の池田若旦那。体を張って佐渡をねプロモーションしていただいています、はい、最後にいけないポーズでお別れしていきたいと思います。よろしいですか。3、2、1、ボン。それいけないポーズだ。ありがとうございました。